こんばんは、ジャーナリストの津田大輔です。この生配信はテレビの報道番組などを制作している有志で始めた映像プロジェクト、チューズライフプロジェクトがお届けしています。番組はチューズライフプロジェクトサポーターの皆さんのご寄付によって制作しています。こちらもチェックよろしくお願いします。さて、今日はですね、ワクチン接種をめぐる問題ですね。この20日までに2回目の接種が終了した人は、65歳以上では62% となのに対して、全世代では 23% という状況ですが、ご覧になっている皆さんの中にも、このワクチンを予約したいけれども予約ができない、2回目がいつ打てるのか、あるいは1回目も予約ができないという方も多くいらっしゃるんではないでしょうか。というのも今月ですね、政府からこの自治体に対する供給が突然減るということが起きたんですね。自治体や医療機関では現在新規の予約受付を停止したり、あるいは予約がキャンセルされるというですね、そういったことで、ワクチン接種をめぐる混乱が続いています。ただこのそもそもこのワクチン接種、菅総理が5月にですね、1日100万回接種という目標を掲げたことで、自治体や医療機関、もっとペースを上げるようにですね、発破をかけられていたんですが、いざこの自治体や医療機関の体制が整った、そして拡充に動くと、今度はですね、一転して政府から供給されるワクチンが足りないという事態が起きてしまっているんですね。ただこれ、打ち手を確保して会場を確保して、さあ打てるぞっていうふうになったら、もうワクチンが供給されないということで、そうするとそこの確保した打ち手の人たちとかね、そのかけたコストが無駄になるっていうようなね、事態が起きているということです。このコロナ対策でですね、追われて逼迫している自治体や医療の現場が、このワクチン供給をめぐるトラブルで、非常に振り回されているという状況があるということですね。一体この感染拡大の局面でなんでワクチンが足りなくなっているのか、今日は自治体のトップをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。視聴者の皆さんもワクチン不足、ハッシュタグワクチン不足をつけてツイートしていただくか、 YouTube のチャット欄またはチューズライフプロジェクトの LINE を友達登録の上、感想をお寄せください。それでは今日の番組のゲストをご紹介します。東京世田谷区の区長、保坂信人さんです。保坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、東京武蔵野市長の松下玲子さんです。松下さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、このお二方にお話を伺っていきますけれども、そもそもですね、政府1日100万回を打ち出して、自治体などに接種のスピードアップを求めていました。この方針がどのように転換されたのか、こちらご覧いただければと思います。1日100万回の接種を目標とし、政府としてはあらゆる手段を尽くし自治体をサポートしてまいります。私たちは必ず近い将来この局面を乗り越えていきます。国民の皆さんに安心できる日々を取り戻していただくために、ワクチン接種の加速化を実行すること、そしてそれまでの間に感染拡大を何としても食い止めること、この2つの作戦に私自身先頭に立って取り組んでまいります。接種スピードが速い自治体においては最適化に向けてお願いをしたいと思います。ここまで一気に数字が上がるとはさすがに思っておりませんでした。なんとなく100万回いけそうだなと思いましたけども、もうその時には100万回いってたっていう感じなんだろうと思います。
はい、というですね、この、ワクチン担当の河野大臣の、話もありました。どうしてもね、かなり自治体ごとにね、それ対応も違うでしょうし、そのワクチンがね、誰にどのように打っているのかということを把握しするシステムがね、やはりそのタイムラグがあるということもあって、供給が難しいということが分かるんですけれども、それにしてはやはりちょっと、予想とは違うっていうことの発言もあって、その辺には違和感も感じるんですが、はい、この最適化をお願いしたい、つまり最適化をお願いしたいという発言の裏には、もうこのまま今の、ね、自治体の、自治体が、ね、かなり打てている自治体のそのペースに合わせて供給をしていると全体的に足りなくなってしまうので、あなた方ちょっと接種するペースを減らしてください、あるいは予約受付を減らしてくださいっていう、そういう意味なんだと思います。それの意味が最適化っていうことの限界に含まれているのかなとは思うんですが、結局ペースダウンをしろって話ですね。なので、今日はですね、お二方、いらっしゃっているので世田谷区と武蔵野市それぞれ供給量が見込みからどのくらい、そしていつぐらいから減ってたのか、それによってまたどのように体制を見直さなければいけなくなったのか、現状をお聞かせいただければと思います。まずは世田谷区保坂さんからお願いします。はい、このワクチンのですね、不足問題については関西でまず早く起きてるんですね。我々首都圏は7月に入ってかなりきちっと来ています。ところがその同じ時期に関西では半減されたりですね、もうとにかく日もさっきも行かなくなってですね、もうその予約を全部止めて予約していた人を全部取り消していくっていうことになりました。東京で世田谷区で起きていることは現状7000から8000というかなりハイペースで接種今日も多分まんべんなくやってます。でこの接種体制をですね、これ世田谷区に来ているワクチンの数なんですが、7月上旬の第9クールまでは13万4000ということで、これ約56万のワクチンがここで来てます。で、その下を見ていただくと6万7000。で、6万7000の下、6万4000になりますが、これは1割削減ペナルティをかけられて、こうなってます。で88万、結構な数じゃないかと思われると思うんですが、実は世田谷区で、必要な、ワクチンというのを割り出してみると、約接種率7割と考えてもだいたい122万回分必要なんですね。ただ大幅に足りないということになります。ところが河野さんがおっしゃってるのは記者会見の時にいつも出しているグラフがありますよね。どん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 接種のピッチが上がっていく、これが青い線がその接種のピッチでしょうか。で赤い線が供給のこうグラフですよね。で最初なかなか来なかったファイザー製のワクチンがドーンと来始めて、でこのどんどん上がっていく時期にはもう創意工夫凝らしてどんどんやってくれということで、自治体に号令をかけたっていうか、総務省からも一つ一つ自治体に電話してですね、高齢者早く7月末に打ち終わりから始まって1日100万回、さらに少しでも早くという葉っぱをかけ続けたわけなんですね。でここで言っときたいのは、実はこの赤い線がですね、一番最後にこう右側で途切れてるところが8月末なんですね。で問題は9月以降どうなるのかというところは全く示されていないということで、実は世田谷区では8月までのワクチンの接種については、十分計画的にやってるけれども、9月以降の予約枠というのは、かなりぎゅっと絞らなければいけなくなった。それからクリニックなどで350箇所こう打っていただいていたのが約半分あるいは3分の1くらいの供給ちょっとストップになって、急速に今クリニックなどでの接種がしぼんでいると、この影響がありますね。
まあそうですよね。これも、まあ、自治体の、ね、集団接種だけではなくてかかりつけ医なんかで、ね、やっているっていう人もむしろそっちの方で予約した方が早く打てるんじゃないかっていうのは結構6月の時点とかではいろいろ言われていて、まあ、それぞれがね、まあ、なんていうか創意工夫をしてワクチンを打っていたんですけれども、まあ、あの 打つ場所が増えれば増えるほど当然接種率は高まっていくっていうメリットがある一方、またそこにあの配分する側の方もね、まあ、なかなかこれあの難しい判断が迫られていて、さらには、まあ、これ9月以降ね、結局どうになってくるのかわからないので、まあ、現状入ってくるであろうという数字をもとにね、これ配分をしなければいけないというね、その難しさがあるということがよくわかりました。はい、松下さん、武蔵野市はいかがでしょうか。はい、武蔵野市では7月中旬以降に国からのワクチン供給量が、もともと本市が要求してた量の2割以下、今までの配送量の2分の1以下まで急減する見込みとなりましたので、武蔵野市医師会との協議を踏まえて接種方針を変更しています。クリニックと武蔵野では約80箇所で個別接種を行っていますが、7月5日以降の個別接種新規の予約受付を一旦停止いたしました。8月3日から期間を区切った上で新規受付は予約を再開します。でこれまで各医療機関へのワクチン配送に上限を設けていなかったのですが、予約再開後は配送数に上限を設定していますし、このワクチン供給不足によって各医療機関の判断で、キャンセルをしていただいているのもあります。で1回目接種をしていただいている方の2回目接種は予定通り実施をしております。で集団接種についても7月5日以降予約枠を縮小して、市内こちらは3カ所で実施をしています。保坂区長おっしゃったように9月以降が全くまだ示されていないので、9月10月11月とこれから若い人への接種が進んできてスピードも上がってきたんですね。時間あたりの接種人数がやはり動きが早くなってきているところで、止めざるを得ないというのが大変心苦しい状況になっています。保坂さんがね、先ほどあの数字示していただいて、まあ、大体9月末までに88万回分あの入ってくるという話がありましたけれども、やはりまあこの、あの住民の、ね、7割が接種する前提で2回打つとなると、そうするとやっぱり120万強ぐらい必要になるので、やっぱり結構足りないという話がありました。まあ、そういった、武蔵野市では大体今どれぐらい入って見込みどれぐらい入ってきて、必要な数っていうのの割合でいうとどんな感じになるんでしょうか。もう今ワンクールで箱でいうと9箱1万530回分なので、約1万だから5000人分になります。でこれまでのトータルでしても、ずっと最初は1箱から始まったんですが、2箱15箱20箱と高齢者分は確保できてるんですけど、若い人の分が全然確保できていないというのが現状です。これ町田さんどうでしょう。やはりただ当然ね、やはりまあ自治体、まあ、この市民の活動にも影響してくるでしょうから、打ち手、まあ、なるべく早く、ね、これ体制を整けなければということで、まあ、打ち手や会場の確保あるいはスタッフの手配などと、まあ、こう体制を整えるのも相当現場の苦労があったと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。はい、医師会の先生と協力をしていただいて、また看護師を確保して薬剤師を確保して体制を整えて夜間枠なども拡大してきて、高齢者の方では夜間はそれほど需要はなかったのですが、今後若い人たち夜間枠が必要だねということで集団接種でも確保してきたのに、ワクチンが入ってこないので夜間は今やめざるを得なくなっています。でもね、当然夜間でやるっていうとその分、まあ、人件費がね高くなったりだとか、はい、あるいはもうそこの調整っていうのもね、昼間でやるよりも多分相当難しいところもあって、まあ、準備はするけれども、それが結局それが無駄に徒労に終わるっていうようなね状況でしょうから、まあなんか結果もちろんなんでしょうね、まあ、国の方針によってで、まあ、現場での、まあ、出来の無駄遣い、出来のものがねやっぱり発生しているっていうね状況があるんだろうなとは思いますね。もう一つですね、伺いたいのが、まあ、接種のこの結局絞らざるを得なくなるとなると、まあ、実際に予約停止
あるいはキャンセル、まあ、あれ、まあ、一番多分ね深刻なのは1回目打った人2回目がなかなか打てないっていうような状況ともあるんですけれども、武蔵野市ではそういったあの具体的にねあのキャンセルなどの、トラブルというか、まあ、トラブルというか、まあ、できなくなってしまう、そういうことは発生してるんでしょうか。武蔵野市の場合は2回目同時予約にしていますので、1回目だけ打って2回目が打てなくて困っているということはないのですが、実際にはあのクリニック等で来るであろう、ワクチンが来るであろうと見越して秋ぐらいまで予約を受け付けていたクリニックがもうワクチンの見込みが立たないので、キャンセルですっていう、9月の予約入れたのはキャンセルですということでも電話をされたりしています。ああ、なるほど。個別接種とその中断接種で状況が異なるっていうことが起きてるわけですね。小坂さんいかがでしょうか。まあ、あの東京の中でもね、本当にあの人口が多い、もう本当に地方の中核都市ぐらい人がいるのが世田谷区で、だからこそねこれあのご苦労されたところも多かったと思うんですけれども、まあ、この打ち手や会場の確保、はい、そしてまたそれを接種予約停止キャンセル、このあたりのご苦労を教えていただけますか。そうですね、あの、まあ、菅首相が、まあ、なるべく早くやろうということ自体は私もあの正しいことだったと思いますね。それから規制を緩和したのもむしろ要望してたくらいなんですね。だから問題がどこにあるかというと、まあ、自治体はあの松下さんもそうだと思いますが、去年からずっとこう、まあ、厚労省の説明など聞きながら独自に計画を立てていて、やっぱりあのリスクの高い重症化しやすい高齢者からその後基礎疾患のある方ってこう順番をつけてこう接種券を送ってきたわけですね。で世田谷区の場合4月の頭まで50代の方までは全部予約枠があって、接種券が届いたってことは自分の番で予約できるとこう来たんですけれども、まあ、自衛隊の接種会場が、まあ、あの空きが多くなった、さあどうしようってところでいきなりあの18歳まであの下げましたよね。で空いてますよと、でここである種のなんかこう、まあ、パニックというか、あの各自治体にあの接種券をくれという声が殺到したんですね。で実際のところそのあたりから始まって、まあ、職域がその思いのほか広がったっていういい面あるんでしょうけど、ただ逆にその基礎疾患の方が打ってないのにその息子の大学生が、キャンパスで打てるからというような、まあ、こう順番の逆転と、それから自治体としては例えば、介護施設で働く方から保育士の方、こういったその、うん、まあ、人との接触をその、うん、が不可避な仕事、なおかつあのクラスターなどに巻き込まれる、まあ、危険性のある人、これは優先して打っていく予定だったわけですね。でこのあたりがあのかき回されてしまったっていうのが一つあります。で世田谷区ではですね、あの2週間先は打てない人、やはり2週間あのファイザーだから3週間後の2回セットで予約してもらってるんですが、実はあの9月20日までで予約枠も増やしてないんですね。そうすると、まあ、8月の末からもう9月の予約をした人っていうのは当然2回目はないわけですね。だそういう問題っていうのは出ていますし、あの、まあ、かなりその予約といっても先まで全部埋まってしまった状態。ですから世代間格差で、40代、30代、20代の方は接種券来たんだけれども、まあ、毎日パソコンを見てこう探してもですね、ちっとも枠はないじゃないかと。まあ、これがあの大きな声になってますね。でそのいつ設定できますということをなかなかあの国が示さないことで、こちらからもあのお答えできない状態で、まあ、担当者は苦慮しています。まあ、僕もあの世田谷区に住んでいる友達が多いのでワクチンどうって聞くと、とにかくやっぱりウェブでね、あの若い人なんでやっぱりウェブで予約をしようと思うんだけども、バツばっかりで予約ができないとっていう声はやっぱすごく聞きますね。まあそんな風に困っていたらなんか職域の方がポンと来てみたいなとかね、そういうの話もあるけれども全く打てないっていう人もいるので、まあ、このあたりはね本当に難しいところだと思うんですけれども、あの今のね保坂さんがおっしゃったところがやっぱり多分非常にポイントで、やはりそのもともとねあの政府の説明、河野大臣の説明としてはワクチンは潤沢にあるんだと、
潤沢にあるし入ってきているから、だからもうどんな形でも、まあ、職域でも自治体の工夫でもどんどん打ちまくってくださいっていう説明だったわけですよね。でだからこそ、その、まあ、とにかくそういう、まあ、公衆衛生的にもねたくさん打った方がいいので、ある種優先順位を気にせずいろんな人に打っていくっていう話だったんですけれども、ただ結局のところワクチンが供給が足りなくなる現象が起きると、そうするとやはり今保坂さんがおっしゃったようなワクチン接種の優先順位っていうことに光が当たってくるというか、そこの議論が出てくるわけですよね。だって限りがあるんだったら、やっぱり高齢者や基礎疾患を持つ人、あるいは人との接触が多いエッセンシャルワーカーを優先した方がいいという話になってしまうので、ただ結局職域接種がね一気に今普及、思った以上にね、河野さんもねここまで普及するとはみたいな話ありましたけれども、まあそういうことが起きると職域接種が出たことによって、まあ、優先順位本来高い人を差し置いてリスク低い人たちを優先的に接種させてしまうという現象を、まあ、このワクチンをたくさん打つっていう方針が結果的にもたらしてしまったわけで、やっぱり先に打つべ、まあ、厳しい言い方すれば先に打つべき人たちのワクチンを、まあ、お金だとかあるいは企業力が高いところに回されてしまったというようなね、まあ、そういうような状況っていうのもあったのかなと思います。松下さん、このあたりいかがですか？職域や国や東京都の大規模接種は当初モデルナというふうに決まっていたんですね。ただそのモデルナの供給量が実は足りてなかったっていうことで、自治体に回るはずのファイザーを用いて、東京都などの大規模接種に使われてしまって、それで私たちのところに来るはずのファイザーのワクチンが足りなくなっているという認識があります。やはり計画的に職域にしろ大規模接種にしろ、目的は病床逼迫を防ぐとか医療崩壊を防ぐ、だからこそ重症化リスクの高い人から順に打っていくんだという目的を定めるのであれば、しっかりやっぱり職域や大規模なども目的を定めてやってほしかったですし、早いもの順で手を挙げた順でどんどん受け付けて、足りなくなったから自治体の分のものを取って、回してやるんだっていうのは、これちょっとやっぱり違うんじゃないかなっていうのが、本当にそこがおかしいなというふうには思っています。まあ、これね、はい、こうした状況が、ね、なぜ生まれたのかということで、まあ、国は予想以上に接種がスピードアップしたからというのはしています。まあ、この説明自体は、ね、間違いではないんでしょうけれども、しかしじゃあそのスピードアップした時の、ね、そこもある意味見越した中で、まあ、こうなっていきますよっていう、ね、説明というのが、まあ、なかったのがこの混乱をもたらしているのかなとは思います。まあ、この政府のですね、綿密な接種計画についてこの辺どう考えていたのか、政府の説明こちらをご覧ください。加藤官房長官がこのように述べています。6月末までに自治体に約8800万回分を配送した。ワクチンの接種の管理システムのこの VRS ですね、 VRS で見ると、6月までに接種4800万回差し引き約4000万回分は未接種の状況で、各自治体や医療機関が持っているとしています。まあ、つまり在庫が4000万回分自治体などにあって、VRS 上で在庫が多いと国が乱した自治体には8月前半から配分量を1割減らすというふうにしていて、まあ、これは先ほど保坂さんの方からも説明もありました。ただこれね、要するに自治体が余らせてるだけで足りないなんて事実はないんだよというと言わんばかりの説明を政府はしているわけですけれども、先ほどねこれ松下市長もおっしゃっていたように、基本的に自治体ごとにやり方違いがあるといっても、まあ、1回目予約するときに同時に2回目を予約する、まあ、セットで予約しているという分があるわけですから、まあ、そうするとその4000万回分のかなり多くは2回目のためにある種未接種になっているっていうような状況であると考えるのが、普通に考えればね合理的なわけであって、余ってるわけではないんだよということ、このこと保坂さんもご説明をよくされていました。保坂さん、まずこの国の説明について現場の実態から見てどう思われますか？まあ、あまりにも現場を知らないからこれだけ間違ったことが言えるということになります。で、ちょっと世田谷区の実情についてですね、ファイザーの供給の量を並べたグラフがあるんで見ていただきたいと思うんですが、これは直近ではその大きく7月に入って、ドーンと来たんですが、
右側の低くなってますよね。でここも武蔵野市も含めてがっくり減らされて、またさらには6週間以上の在庫を持っているとペナルティだと、持ちすぎだということで1割削ってくると。でこれをですねずっと足していくと、まあ、必要なですね、先ほど言ったそのワクチン数に関して、33万4千回分足りなくなるんですね。というのは、9月末には2億2千万人分のワクチンが必ず来るからということを、まあ、どの記者会見でも河野さんは、あるいは、他の厚生労働大臣も言ってますけれども、そうであればつまりこの世田谷区のペースであると、もう来年まで年を越していくわけですね、全部終わっていくのに。でちょっと次のスライドを見ていただきたいんですが、では世田谷区に7月8日時点で確かに、ストックしているワクチンはありました、ありましたけれども、これ全部、売約済み、予約済みですね。何月何日に1回目、そして何月何日に2回目も含めて、この25万というのはその打つことがすでに決まっている人たち、それから個別接種、クリニックで予約されている人たち、それから高齢者施設にこう訪問して打っていったり、個別接種でまだ VRS に入っていなかったり、まあこう綺麗なくらいにですね、とりあえずどこにも使うあてがないよという余剰ワクチンというのはありませんでした。でこれがまあどんどん今ですね、これ8日の時点ですから、どん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 この、未接種のワクチンが今減っているという状態になります。なるほど、はい。松下さんはいかがですか、このあたりは。そもそもワクチンの在庫管理を VRS で行うということが私は乱暴だと思っています。 VRS っていうのは接種記録で、ワクチンの接種記録であって、自分の自治体以外の場所で、例えば大規模接種会場で打ったり職域で打ったものがVRS に未入力だと入ってこないわけですよね。全くその自治体に配分するワクチンの数、供給とその在庫というのが接種記録とは実は結びついていないと私は思っていますので、そこは正確な自治体の在庫というのを総接種回数だったりとか自治体のにヒアリングをして確認をしてやるべきだと思います。つまりだからこれあれですよね、VRS で国としては判断しているけれども、それが実態と違う場合があったときに、それで実際にはもうこれ足りなくなるような自治体っていうのはあるんだけれども、VRS 上での数字だけで判断していると、それで配分量が減らすっていうと、本当に実態と合わないようなね、供給っていうのになってしまうというような、ギャップが生じてるっていうことだと思います。でこのギャップについてはね、いろんな形で VRS の報道も増えてきていて、結局日本の場合ね、VRS もあれば、それこそココアもあるとか、いろんなシステムがもう乱立して、それぞれのデータがね、一元的に同期するわけでもなく、さらにはやっぱりもうその仕組みがかなり複雑になっていて、もうとにかく打たなきゃいけない医療現場の中ではこの VRS の入力が最後になってしまう、実際に打った後まとめて1ヶ月後ぐらいに入力をするみたいなっていうような自治体もあって、そういうところがやっぱり供給を減らされたりとかしているっていうような報道もありました。だからこれ最初からね、この VRS の入力した数字に基づいて供給量を決めるから、すぐに入力してくださいよねっていう説明があればよかったんだけど、そういう説明もなくて、いきなりそんなこと言われてもなんていうね、そんな戸惑う自治体職員なんかのね、声なんかもありましたけれども、これは松下さん、この VRS の運用についてどうお考えですか。そもそも VRS は私たち基礎自治体で、数は把握できてたんですけれども、東京都広域自治体では VRS 見れてなかったんですね。最近見れるようになったと東京都は言ってましたけど、国と基礎自治体の間だけで確認ができてたものです。でまた、iPad なんていうかな、こう画像で確認するのが処理にすごい時間がかかるということで問題にもなってますが、武蔵野市では最初からバーコードを入れてたので、もういつピッピッピッピでバーコードリーダーで確認ができてたんですけれども、例えば東京都は自分たちは接種記録も見れない、また東京都は大規模接種当初
早い段階で設置していた大規模接種会場では VRS 入力をしていないということがつい先日あの東京都の担当者と聞いていて分かったの で8月までには何とか入力をするし、これから開く大規模接種会場には VRS 入力も使用に入れるって言ってるんですが、それだと武蔵野市民でそこで接種していた人のデータも上がってこないので全くその現状を把握できない大きな課題がいくつもあるなというふうな認識を持っています。うん、小坂さん、こうした、ね、この VRS、そしてまあワクチンの、ね、はい、接種の管理 の現場 この苦労というのはどういうふうにお感じになってますか？これはもともと分かってたことでですね、11月の段階で厚生労働省が VSYS というですね、いわゆるデータベースシステムを、まあ、作りますよってこのマニュアルなどを読んでいくと、まあ、驚いたことにですね、国の役割である、まあ、その輸入して、まあ、倉庫に入れ、倉庫から流通過程で病院とか自治体に届けるというところでこう終わってるんですよ、システムが。で、肝心な市民の A さん B さんが接種したかしないかということを記録する部分っていうのはないわけですね。そうですね。でこれは早く追加しろということを田村大臣、私去年の12月に会って直談判してですね、使い物にならないから全国統一で同じことをやるわけだからシステム作れと言ったんですが、厚労省は時間切れです、自治体でやってくださいというので、まあ、世田谷区も他の自治体もみんなシステム作ったわけです。そしたら後で河野さんが出てきて、いや記録がないじゃないかというので、結局2回ですね、世田谷区でも集団接種会場では最初区のシステムで確認して、終わってから VRS にその読み込みの悪い出来の悪いしまあ、バーコードじゃなくて数字を読んでるんですけど、なかなか読む能力がばらつきがある仕組みで、まあ、入れてるという状態になるので、現場の言うことを全く聞かないでやる癖が抜けないんですね。どんなに失敗しても自治体の現場に来て どうしたらいいのかって相談すれば、たとえ1時間でも会議をすれば防げた失敗とか二重三重の労力、まあ、これがですね、まあ、結局このワクチン関係だけで5つくらいのシステムが乱立していて、それぞれが相互連結性がないという、まあ、いわばデジタル庁発足を象徴するというか、全くできていないという状態が現在ですよね。はい、河野大臣がですね、16日東京23区の区長と意見交換を行った際、はい、こう述べています。ご覧ください。混乱を招いたことはお詫びするとしつつも、ワクチンの供給は当初から変わっていないんだと、9月末までに2億2000万回分入ってくるということを強調しています。これに対し終了後、特別区長会会長の山崎高等区長は記者団に対し、大丈夫というが現実に各区に配分されるワクチン量が少なくなってきている、今年中に接種が終わらなくなってしまう状況と述べました。細川さん、これどういうことかご説明いただけますか？これはですね、まあ、河野大臣がこれはまあ、テレビ電話システムで、まあ、区長が集まっている区長会の現場に、まあ、説明ということで、まあ、5分か10分ぐらい、まあ、5分そこそこですかね。あとはもう山崎会長自体はかなりこう厳しい、例えば余剰在庫なんていうのはもともとないんだということであるとか、あるいはそのこれだけコロコロ変わって迷惑をかけていることに対して、まあ、住民にもね、都民にも謝罪ないのかという、まあ、かなり厳しい始まり方をしたんで、まあ、質問だけで私も含めて、10人近い、まあ、区長がいずれも現場違うよという言い方をしたんですね。で、河野大臣はこれほとんど紹介されていないんですが、余剰在庫ではなくて予約済みであると、したがって余分なものを抱えているわけではないんだということに対して、その認識はもう持っていると、つまりその通りに持っていると。で、まあ、政府の中でそういう発言あったじゃないかってことに対しては、まあ、そういう発言あったかもしれないけれど、すでに是正されていると述べてるんですね。やっぱりその余剰在庫みたいなことはないんだというふうに、まあ、政府部内で、まあ、認識はまあ新たになっているというんですが、相変わらずその後もこう在庫がある的な発言が出てくる。
それから今このフリップに出てますけれども、9月末までに2億2000万回が入ってくるんであればですね、1億1000万人分ですよ。これ接種率を考えると、まあ、12歳以上ですからね、あのほぼ満ち足りるはずなんです、この通り入ってくれば、うん、入ってこないから問題は起きてるわけですね。多分入ってこないから菅首相がファイザーの責任者といわゆる前倒し、10月以降の2000万回分を前倒しで供給できないかって交渉、まあ、入っていますよね。だから実際のところこの2億2000万回が本当に入ってくるのかということを私も聞きました。ちょっと次のチャートを見せてください。実はそのグラフを世田谷区で作っ、あ、ごめんなさい、グラフを世田谷区で作っているんですけれども、先ほどのグラフだとですね、ちょうどあの、これではなくて、ごめんなさい、棒グラフで、越年をしてしまうというその青い棒グラフを見せたと思うんですが、このあのファイザー製ワクチンの供給不足解消ってやつですね。そうですそうです、はいはい。この青いところでいくと、もうこれは越年だと。でも河野大臣の言うことが本当であればですね、このオレンジ色で囲った部分、これが約ですね、あの35万とかそのくらいの数になりますが、これが全部来てこそ世田谷区でも7割、多分武蔵野市でも、あのこの要するに9月から10月にかけてボーンとたくさん来なければ、あの7割が終わるなんてことはありえないだろうということを申し上げたら、まあ、その場ではですね、よく計算してですね、これから発表したいと、まあ、あの数日前に、国民の接種を望む、接種すべき該当者の8割分は9月から10月にかけて、確保できたみたいな発表もありましたけど、その部分が一番肝心の点なんですね。これね、先ほどのね、ちょっとこの今月に入ってから7月6日ですかね、かなり物議を醸したのが河野大臣のこの発言でした。6月末で供給を受けたモデルナは、1370万回分だったんだと。要するにもこれは3分の2ぐらい減っていたっていうことですよね。でモデルナ社から供給量を減ることが示されたのはゴールデンウィーク前だったということで、4000万回分入ってくるというふうに説明を国民そして自治体にしていたんだけれども、実際は3分の2ぐらい減っている1370万回で、そのことをゴールデンウィーク前にはもう河野大臣知っていたと。なんでこれじゃあその7月末7月の初めまで黙っていたんですかっていうと、まあこれ記者会見やあるいはブログで書いてますね、河野大臣。まあこれモデルナやファイザーと NDA いわゆる機密保持契約があってたので公表できなかったんだということに書いていて、だから公表できないのは当たり前だっていうですね、いうことを、まあ、ある種開き直るような、ね、形で言ってはいるんですけれども、ただ結局何が問題なのかっていうと、まあ、今日ここまで話してきたように、まあ、あらかじめつまりゴールデンウィーク前の段階で供給量が少なくなるというふうに分かっていたこのモデルナ製のワクチンで大規模接種、職域接種、まあ、自衛隊の接種と職域接種をとにかく煽って、まあ、それがうまくいったか言えば、そうすれば、まあ、結果やっぱり足りなくなるっていう人間の現象が起きてますよね。でその結果高リスクがあるグループの自治体接種に混乱や停滞が生じている、そのことが批判されていたわけですけれども、いや NDA があったから公表できなかったんですよ、何が悪いんですかみたいな話だと全くそういった批判に応えるものにはなってないわけですよね。だからまあこれ供給量が削減されるということが分かっていて NDA があったから自治体にそれをね発表できなかったとしても、まあ結果的には要するに数は示せないまでも多分いろんなコミュニケーションのやり方でね自治体に伝えるやり方はあったはずで、やっぱりそういう政府のこのコミュニケーション不足によって自治体が振り回されたっていうことはまあ全く変わってないわけで、まあ、形式上ね今度大臣謝ってはいるけれども、なかなかこれは厳しいし厳しいんじゃないかなとは思います。このあたり松下さんいかがですか、先ほども指摘されていましたけれども。
公表ができないにしても、だとしたら職域接種の数をかなり限定的に絞るとか、自治体の大規模接種も本当にそこが必要かどうかを精査するなどやれることはあったと思うんです。ただ4000万回分あたかもあるかのようにして募集をして、受け付けてしまったっていうことがとても問題で、そのおかげで、自治体に配るはずのファイザーまで手をつけたっていうことに、これはかなり大きな問題があるという認識を持っています。やはり情報提供や計画というのを、そもそも国は接種計画とかがないんじゃないかなというふうに思わざるを得ないので、しっかりと中期的長期的な計画を出してほしいと思います。これね、自民党の下村政調会長が13日にワクチンが足らないという風評被害が広がっているっていうね、風評とは一体何か。でもさらにそれはね、区長との会議で是正されているって言ってるけれども、まだこういう発言が出てくるっていうこともありますし、だからやっぱり多分町田さん、これね、保坂さんさっきの指摘もあったんですけれども、これつまり日本政府、ファイザーやモデルナから入ってくるワクチンの供給量っていうのは、だってこの時点で9月から先のものが全然示してないというわけで、つまり把握してないんじゃないかっていう疑問もあるわけですよね。だから今後の量ももちろん入ってくるんだよとは言ってるけれども、見込みに過ぎなくて、これ世界的なね、このパンデミックの状況次第でそれが先延ばしになるっていうこともありえるのかなとも思うんですけど、そのあたりの何ですかね、感覚というか、交渉していてどんなことを感じますか？これ本当に日本政府ってね、ワクチンの量、供給量って把握できてるんですかね？できてないんじゃないかな。あとファイザーは厚生労働省がホームページにも供給量とかを出してるんですけれども、モデルナについては厚生労働省のホームページには出てないんですね。こちらは内閣府なのか防衛省なのか管理が別みたいで、そこにも私は課題があるのかなというふうに思ってます。なるほどね。はい、まだまだ非常にまだ混乱がね、続いているという状況ですし、またなかなかそれが解消される見込みというのがないというか、なかなか示せられされてないというので、本当に自治体の首長さんも大変なハンドリングを、しなきゃいけないという状況だと思います。最後にですね、お二人にこの今国に望むことをお話しいただければと思います。松下さんからお願いできますか？はい、安定的にワクチンを供給をしていただきたい。それもやはり見通しを立てて、この先のですね、国民に、希望する国民が接種できるような体制、その計画を立てて安定的に供給をしていただきたい。もう今望むことはそのが最も強いです。はい、松下さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、保坂さん、もう国に対してね、言いたいことはたくさんあるでしょうけれども、保坂さん、いかがですか？そうですね、松下さん言われてることは、私も含めて23区の区長、みんな言ってることなんで、先ほどちらっと出た、モデルナとファイザーの関係を示す、ちょっとチャートの方で説明させていただきたいと思うんですけれども、実は、職域接種、大規模接種会場がモデルナ。そして、住民接種はファイザーというふうに、住み分けをされていたわけですね。でこれで見ると左側が職域大規模で、これは5000万を限度にしますと。したがって右側の住民接種には何ら影響がないんですという触れ込みでした。これ6月の頭の説明ですね。でいざ始めました。6月21日から、職域接種の申し込みが予想できないぐらいに多かったということで、6000万ぐらいに膨らんだところで慌てて停止したわけですね。で松下さんもおっしゃってたように、その膨らんだところにそれじゃあというので、もともと789は3割減という少なくなっていたファイザーを1200万回分こう大規模接種会場の方に移したんですね。つまりモデルナでやるべきところをファイザーにしちゃったと。したがって、このファイザーのこの3ヶ月分が7000万から、5800万に減じたと。だから本来であれば3番目にあるように、オーバーした部分はそれはもうコントロールして
もともとの5000万の枠でやるべきだったところを実はやってないわけですよね。そしてこのモデルナもこう予定通りに来ていないので、横浜なり埼玉なりで大規模接種会場に今送れないというような情報が急に出てくるということがあります。ここのじゃあチャート離れてですね、総括的に申し上げますと、まあ、国にはですね本当のことを言ってほしいんですね。つまり今じゃあモデルナがどのぐらい来る予定だと踏んで、例えば7月やっていたけれども、実際に来たのはこの数であったと。で、8月の見通しはこうであると。まあ、なかなかこれ、もう直前にならないとわからないそうですけれども、ならばそれをはっきりと素朴にですね、出してくれることで随分こう理解違いますよ、こういった自治体側のですね。で、まあ、実際は少ないわけです。だから予約も止めている。そしてクリニックでもこう打てるところも打てなくなっているっていうのはもうどこの自治体でも起きていますので、ワクチンは足りているんですと、供給不足ではないんですってことを意地になって言ってること自体は、まあちょっといかがなものかと思いますよ。だから9月末に2億2000万来るんであれば、今の時期は申し訳ないけど非常にその夏の時期で、こう供給が不足してくるけれども、9月になれば、残りはもうどさっとこれだけ来ますからということが言えるかどうかですね。だからこれを言えなければこの感染拡大の勢いに任せてですね、特に若い世代は全く予約を、まあ、世田谷区の場合はできないまま、まあ、ひたすら、昨年同様の防御をするしかない。しかし変異をして、ウイルスの性質がさらに移りやすくなってるんで、かなり危機的な状況になっている。だから今こうだというこの真実をね、偽らざる数字を出してほしいというのが希望ですね。これね、やっぱり区によってね、まあ、自治体によって多分このワクチン接種の、ね、考え方、まあ、医師会も含めていろいろあると思うんですよね。例えば、まあ、杉並区なんかはまあ若者が、ね、集まるような、まあ、高円寺みたいな街もあって、まあ、やはり、まあ、若い人の方が活発に動く人流になるので、それが感染につながるのではということで、むしろ4、50代よりももっと若い世代を優先的にやるみたいなことを考えて、まあ、これどれが正解っていうのはなかなかないと思いますし、そこら辺考え方だと思うんですけど、ただやっぱりどこを中心に打っていくのかっていうようなことも、まあ、ワクチン供給が見込みがあるからこそ立てられるわけで、まあ、そういったような、ね、ことも結局見込みがこのようにどんどん変動してしまうような、あるいは供給が制限されてしまうような状況だと、そのやっぱり計画がね、全て狂ってしまうというところが、まあ、これ自治体の人にすごくいろんな混乱をもたらしてるんだと思います。これ細川さん、いつぐらいまでこの状況続くと予想されてます？ですね、週明けに少し物事は動くのかなっていうふうに思っています。というのは、まあ、論理的に河野大臣も区長会でですね、9月以降の供給がはっきり出てこなければ、まあ、どこの自治体もですね、集団接種会場とかを例えば十数箇所、まあ、世田谷区18箇所やってますけど、例えば10箇所に縮めるとかね、そういうことを考え始めるわけですよ。要するにワクチンがないのにたくさんの接種会場があって、医師と看護師を常駐させて、まあ、そこに来る人が少なければこうギュッと絞った方がいいって考えるじゃないですか。そうするとでもまあ予定通り来ました、たくさん来ましたっていうことが例えば8月の終わりに出てきたとしても対応できないんですね。そこからまた1ヶ月半とかこう立ち上げにものすごくかかりますし、だから人を集めたりなので、まあ、世田谷区ではまあちょっとこれはまあ我慢して少しこう見通せなくてもその会場だけは維持をしていこうというふうに考えています。でやはり政府が、まあ、国の方もですね、9月10月にどれだけ出すのかっていうことを、まあ、河野大臣は数字を少し言いかけていたんですね、記者会見の中で。まあ、希望する国民の8割ですかね、接種対象者の8割の分は、9月10月までにお届けしますみたいなことを言いましたんで、それは具
体的に何月何日に何箱という形で、もし示せればですね、まあ、3日かからずにこのワクチン不足っていうのは解消すると思います。というのは、今8月の9月までずっと予約が取れない状態で、世田谷区は在庫、こう予約に向けてストックしてますけれども、その後来るのははっきり分かればですね、8月からどんどん拡大をしてやることができますよね。それからクリニックに今押さえてるのを全部フルでやってくださいということを言うことができます。まあ、やはり23区の区長がみんな言っていたのも、まあ、火事が一番燃えてるとすれば東京ですよ。この東京で、まあ、感染爆発しようとしているときに、やっぱり資源を集中するべきだろうということを、やっぱり政治決断するべきだという話をしていました。私もそれはその通りだと思いますよね。なので、まあ、このワクチンの問題っていうのは、まあ、あんまり政治的な立場とか、こう普段いろいろ違う意見を持ってる人も、やはり自治体として責任を持って打つという立場に立たされるとですね、誰もが約束を、住民と約束して予約をしたら、やっぱりその日にちゃんと接種できるっていうふうに しないといけないという責任感がありますから、まあ、そこに対してなんか国のその言うことがこう1週間に2回3回とこう変わっていくような状況はもうやめてほしいなと思いますね。見通しを示せば、はい、だいぶ変わるはずなんですね、これね。うん、はい、細川さん、対話に最後に分かりやすい話ありがとうございました。はい、はい、まあ、またね、このワクチンの状況、まあ、できればね、もう多分この続編はねやらないようなね状況になってほしいなとは思うんですけども、うん、なかなかまたこれ見通せないようでしたら、またお話伺うこともあると思います。細川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、お二人の首長さんにお話を伺いました。まあ本当にね、やっぱり国、まあなんていうかね、ここ数年ずっと起きてることですけれども、やっぱり国が、まあ、間違いをね認めて、やっぱりちゃんと今どうなってるんだっていう情報のやっぱり説明が足りない、説明が足りないからこそ、それが疑心暗鬼を呼んで、結局のところ自治体もそれに振り回されるというですね、現場が振り回されるっていうね、まあ、すごくなんかこのワクチンだけではなくて、この国の今起きている政治の目詰まりみたいなものっていうのを、まあ、象徴しているような、そんなような、このワクチン接種の問題だと思いました。はい、番組最後にですね、チューズライフプロジェクトからのお知らせです。チューズライフプロジェクトはですね、今日のような番組や調査報道を続けていくためにですね、市民サポーター募集しています。インターネットでチューズライフプロジェクトで検索していただいて、公式ウェブサイトからご支援のお願いのページをご覧ください。サポートの種類は、その都度ご支援いただくワンタイムサポーターと、毎月ご支援いただくマンスリーサポーターがありまして、現在マンスリーサポーター2000人に挑戦中です。こちらぜひチェックいただければと思います。はい、まあ、チューズライフプロジェクトをご覧いただいている方にもですね、多分興味持っていただけると思うんですけど、僕も、個人で自分の会社でポリタス TV という番組をやっています。こちらの方でもですね、基本的には放送後、次の放送までは無料で公開して、そこから先のアーカイブをマンスリーサポーターというかですね、月の有料会員制度で、過去の番組が見放題になるというような有料会員を提供していてますので、多分内容的にもですね、近かったりとかするところもあると思いますので、ご関心持っていただけると思います。ぜひこちらもチェックいただいて、もしよし、こちらもよろしければ登録、有料会員に登録いただけるとありがたいです。はい、ということで、今日のですね、感染拡大、が続く新型コロナ、政府のワクチン供給なぜ足りないのかということ、まあ、なぜ足りないのかということの、まあ、なんとなくその見えてきたね、まあ、政府、まあ、このやっぱり現場の、ね、混乱から
見えてくる、まあ、政府内の混乱というのはね、多少分かる番組にはなったんじゃないかなとは思います。まあ、できればね、この回の本当に続編はなくなってほしいなとは思うんですけれども、また状況によってはさらに深掘りする番組をやるのかもしれません。その際はまたお伝えできればと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。またお目にかかれればと思います。さよなら。